赤星赤崎聖夫赤星マスマス TV でーす。やったー。あら、ちょっと時間が空いちゃいましてね、はい、行ってまいりました。背脂ラーメン宮本さん西池袋店ということで。背脂ラーメン、そうなんです、千葉県成田市に本店があるというお店です。そうなんですね。はい、池袋のね、まあ、西口の方にあるお店でして、うん、二郎系をねコンセプトのお店ではないんです、うん、なんですけども、うん、非常に芳醇な背脂が人気でしてね、2014年からもう6年もずっとあるよ、うん、僕もね、何度かラーメン激戦区ですよ池袋は。そうそうそうね、佐々木さんのバイト先にも近いプチ情報だけどね。まあでもラーメン屋この辺すごい多いですからね。そうですね、うん、では、あの背脂メニュー、醤油味噌つけ麺背脂っくっていうのがあります。セアブラック和風醤油担々麺、まあ見た感じでこのように二郎系ではないんですね、うん、はい。で、そのセアブラックがですね、うん、最もちょっとインスパイアっぽい、見た目をしておりまして、うん、前々からちょっと気になってたんで、そちらを、うん、なるほど、選択しておりますこちら。あ、どっす。でも確かにでしょ、もう見た目は、ね、だから近づけたってことですね、星さんが、まあ、かなり近づけて食べたいなとは思ってました。はい、はい、で、ここにあるこのニンニクなんですけど、これは実はセルフで、なるほど、あ、なるほど、入れることができるんですけども、はいはいはい、まあ、てっぺん見てください、うん、ね、これ油じゃなくて、これもニンニクだったんです。ニンニク、これニンニクなんですね。ニンニクだったんですよ、これ油の位置に、はい、油の位置だと思いましたが、で、デフォの半玉とかですね、ネギなんかも散らばってる、まあ、背脂な一撃でございますね、うんうん、さあ豚さんからね、いきますけども、これが焦げ馬で、ございまして、肉厚じゃないんですけども、うん、まあ眉がしっかり、効いていてですね、とろ豚で美味しいですよという、うん、豚ちゃん黒いですね。そしてこちら黒のスープかと思いきやですね、これすくってるのはなんと全部油です。油の層なんですね。すごいな。マーユと背脂を。油を飲んでんすか今。そうです。油ドリンクです。はい。ごくごくと。ねえ。ちゃっちゃ系だからね。もう全体に行き渡ってて。あ、そうだね。全部なんだね。で、上のね、デフォニークちょっと移動させて、うん、まずは野菜をね、墨汁にこう浸して食べていくんですね。うん、まあ、黒いっすからね。黒いっすから。うん、はい。かなりのまあね、シャキ野菜なんですけども、うん、ちょっとね、うん、やや酸味がある、ちょっと調理してある野菜なのかなというのを感じましたね。まあ、二郎系、ではないようなもやし、うん、まあ、独特なもやしという感じですね、うん、それ麺いってます。今回特盛りにねしているんですけども、なかなかのボリューム、茹で前400ですね、うん、油の下のスープに浸っている部分だから、こう急激に塩気が入ってくるのね、口にね、はいはい、ここでようやく、油以外の味がするという。あ、ずっと油の味だったね。ずっと最初は油です。お菓子の風味もしますけども、うん、まあね、マー油の風味、背脂のこってりさ、うん、そして塩っぽさ、3つ絡んだ、非常に美味しいんですけども、うん、なんとこの麺にはなんとパン粉とか使用してるらしいですよ。パン粉？ちょっとパン粉が入ってるらしい。あ、そうなの。レアな作り方をしてる麺、ね、どうするんですか、固めになってるんですかね、それ。あの、ぽわっ、ふわっとしてるのかな。ぽわっと、ぽわっとはよくわかんないですけども。そうなの、あんま聞いたことなかった。まあ、そんなこと言ってる間に、おにんにく言ってますけども、はい、卓上にんにくの方、うん、こちらまでなんかね、塩にんにくみたいな味付けがしてあってね、なんかこう、後々さっぱりしてくれるんですよね。にんにくなのに、にんにくなのに、そう、ちょっと塩気があるですね、だライスと合わせたら多分絶対美味しいんじゃないかということだね、うん、確かライスあるんで、うん、確かね、あ、なかったら本当に怒ってください、はい、お調べください。すいません、ちょっと確実です。 あと券売機調べた方が確実です。券売機見ます、はい、券売機載せてるからな、ね、そうですね、スープに浮いてるだけのね、あの背脂もったいないんで、うん、思いっきりこうかけてね、どんどん食べてかけますよ。やっぱね、あの背脂自体も美味しいんで、やっぱり、うん、もちろん、オレイン酸天国、オレイン酸やらさせていただきますね。黒胡椒ね、タイミング的にはね、この味変じゃなくね、前半から油と一緒にこの黒胡椒を足しても面白いんじゃないかと、なるほどね、いう主張をしていきたい、うん、はい。そしてここでようやくスープですね。スープのお話をしましょう。あ、そうか、飲んだの油でした。油でしたから、はい、もう混ざった状態のこのスープ。そうですね、あの元代にね、ちょっと魚醤とか入ってるらしいですね。プラス海鮮系の食材とかで、ミックスさせた白湯スープということですね。でラストはこのデフォ味玉食べてエゴッツァンでした。うわー、
やっと来れたよ宮本さん。いやアレンジしましたね。いやしましたよ本当に、マシマシレベルですが、マシマシはできないんですけども 89.54 ということで、うん、白ごしということでね。何でしょう白ごし。白ごし。さあというわけでね、はい、宮本さん情報何か。いや、はい、これらは分かんないですよ宮本さんの情報。さすがに。まあ、行ったことあります。あ、何回かあります。はい。あるんですね。行ったことあるんだ。はい、そうですね。あ、そっか。美味しくてですね。あ、ま、あの、天一とか、あの、三田製麺とか、あと、まさやさんね。あ、近くにあるよね。で言うと、最近まさやさんが近くにある。そこら辺の、やっぱ激戦区ですね。そうですね。まあ、ラーメンに限らず、もう二郎系に特化しても激戦区になってきてるかなと、僕は思うんで。はい、本当ですか。そうですね、やっぱまさやとかもあるんで、それはラーメン台もあるね。ラーメン台あ、台もまあ、二郎もありますし、二郎東口ありますし、ね、あ、そうですね、やっぱ池袋はすごいなと。そうだ、うん、ちょっと動画公開するまでに今5日間ぐらい空いちゃってたじゃないですか。あ、そうですね、はい、ここでね、一つ皆さんにお知らせがあってですね。なんだ、なんと僕の部屋に冷房がついたんです。知らん、めっちゃ嬉しい。マジ知らん。じゃあこのだってチャンネルが始まったのがね、僕がまだ渋谷に住んでた時じゃないですか。まあまあまあ。まあ、何回か引っ越してるんですけどね。はい。その間に。赤星のあの、ちゃんとしてない TV。一番最初の、ね、誰も知らない、ね。誰も知らない。渋谷で始まった。まあ、知らないってことは本当相当前なんだなと、ね。まあ、めっちゃ最初の動画っすよ、だから、うん。最初の動画。あの時、エアコンついてたんだけど、うん、部屋に。その次にあの、世田谷に、まあ、越すんですよ。瀬尾が住んでた家にね。はい、僕と赤崎さんは。ね、はい。その瞬間から僕、部屋にエアコンがなくて、はい、はい。5年ぶりに部屋に。いや、マジどうでもいいな。どうでもいいな。8月、これめっちゃ嬉しい。で、その工事があって、ちょっと開いちゃったんだよね。パソコンいじれなくて。まあ、理由としてはね、確かにまあね。そう。合ってるんだけど。どうすか、この興奮共有できる人いたらコメントください。本当に。直しましたって、うん、まあまあ動画どうしたのかなっていう人のね、疑問は解決したから。解決ですこれで、はい。まあ自家製麺まさきさんもエアコン変えてましたから。いや知らん。そうそんな偶然みたいに言われたもん。あるあるなんです。夏だからまああるし、ちょっとへーというね、身近な情報も加えてお話をしていきます。はい、次回もお楽しみに。ごちそうさまです。Thank you.